栗原市セミネの公園では、およそ100メートルの鮮やかな藤棚が見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。栗原市セミネの五輪堂山公園には、遊歩道の上を覆うようにおよそ100メートルにわたって藤棚が設置されていて、散策しながら藤の花を楽しむことができます。 今年は暖かい日が続いたことから、例年より一週間ほど早い今月上旬に花が咲き始め、色づきも良いということです。訪れた人たちは、藤棚の下を散策したり、写真を撮ったりして楽しんでいました。藤の香りと、あと八重,八重の藤とかありました。とても綺麗でした。すっごい綺麗でね、あのやっぱり。